ってちょっと間違えて、あ、すいません、イチャつくなよ。めちゃめちゃイチャついてたから今。あ、ごめんごめんごめん、いけてるか、イチャついとるやん。あ、すいません、申し訳ない。どういういきさつ、いきさつは依頼で50円で買って、あ、そうです、俺自分自身50円でやってるから。うん、で、鬼、名古屋で、鬼ごっこしたいっていう、みんなで鬼ごっこしたいっていう依頼で、じゃあ行こうっつって名古屋で鬼ごっこ、その日10月、それが26日。すごいメンバーで集まったな、今日は。さあ、走るか。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。当たってやったらいけます。なるほど、早いですね、スパンが。ちょっとスパン早すぎて、ちょっと僕はね、持たないですよ。肺が爆発します、そんなしたら。はい。不思議だったのは、うん、なんでその小谷のために、うん、その例えば大阪から神戸にも行って、うん、でまた戻ってきてて3日間ぐらい一緒にいたんだよね、うん、とか、うん、あと交通費で何万円っていう費用をもんちゃんが持ってて、うん、新幹線代、そうそうそう、うん、なんでそんなにこう小谷のためにしてあげられるのっていう、うん、でまあその付き合っちゃえばみたいな話をしたら、付き合うのは嫌だと。素直。うん、嫌だと。嫌だ。ただまあ結婚するんだったらちょっと面白いかもみたいな。あ、単純に。これ意見が。なんか人脈広がるかなぐらいな。うん、こいつは結婚したら。もう半分利用みたいな。あ。いや、それ、あの当初はですよ。ただそこで酔っ払ってた気狂ってる一人の女の人がいて、そう、スージーさんっていうね、さっき言ったシンガポールの人が、じゃあもう今から結婚しようよって。ほんだヤン君とスージーさんが、じゃあ証人になってあげると。うん、で、印鑑をたまたま持ってると。たまたまね。で、まあ、渋谷区役所行って、その足で。で、席入れて。で、注文してないからな、まだ一回も。だから渋谷のスクランブル交差点行って、世の中ど真ん中で中。いいよ、それ次じゃない人と中。ちょっと辛いなって思いながら。こんな感じやな。で、次の日親に挨拶しに行って。向こうはさ、まあそら、どこぞの馬の骨かわからんやつが来て、いきなり来て、で芸人や言うても、わかれへん、そんな。意味わからんやつ。で、収入はいくらだみたいな。1日50円とか言えるわけだよな、もう。言えるわけないよな。1ヶ月丸々当たりで1500円やねんから、無理やな。いや、昨日渋谷区役所で席入れたからって言って、かっこええとかして、ええみたいな、ええ入れたみたいな。いや、びっくりするよ。で、最後もう仕方ないねって。じゃあそれがすごい。そう、それがすごい。なんか手繋ぐのかな。カップルっぽいやん。夫婦完全に夫婦やから。今日の文章見て。大量で77歳、帰りの文章でした。あ、いいや、よかった。これから帰って、遅いよ。おかしいな。どんなゲイでも夢やめや。ヤクいるし。え？ヤクいるし。勘弁してくれよ。ヤンくんおりへんと思ってくれ。いきなりカメラ回して、あ、もうすでに回す。すげえ。で、最後もう仕方ないねって言っちゃう。それがすごい。そう、それがすごい。なんか手繋ぐのかな。カップルっぽいやん。夫婦やん。完全に夫婦やん。今日の文章見て。大学で77歳、帰りの文章でした。あ、いいや、よかった。
おかしいよ。どんなゲイでも嫁やめや。ヤクいるし。え？ヤクいるし。勘弁してくれよ。なんかおりへんと思ってくれ。そんなにこう小谷のためにしてあげられるのっていう。でまあその付き合っちゃえばみたいな話をしたら、付き合うのは嫌だと。素直。嫌だと。嫌だ。ただまあ結婚するんだったらちょっと面白いかもみたいな。うん、単純に。今逃げぐらいか。なんか人脈広がるかなぐらいな。うん、こいつは結婚したら。もう半分利用みたいな。あいや、あの当初はですよ。ただそこで酔っ払ってた気狂ってる一人の女の人がいて、そうスージーさんっていうね、さっき言ったシンガポールの人が、うん、じゃあもう今から結婚しようよってほんだヤン君とスージーさんがじゃあ証人になってあげると、うん、で印鑑もたまたま持ってるとたまたまで、まあ、渋谷越したいっていう依頼でじゃあ行こうっつって名古屋の日本国その日10月それが26日。すごいメンバーで集まったな今日は。さあ走るか。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。当たってやったらいけます。なるほど早いですねスパンが。ちょっとスパン早すぎて。ちょっと僕はね持たないですよ。肺が爆発しますその人ら。はい。不思議だったのは、うん、なんでその小谷のために、うん、その例えば大阪から神戸にも行って、うん、でまた戻ってきてで3日間ぐらい一緒にいたんだよね、うん、とか、うん、あと交通費で何万円っていう費用をもんちゃんが持ってて、うんうん、新幹線代そうそうそう、うん、なんでそんな役所行ってその足で、うん、で席入れてで注文してないからなまだ1回のだから渋谷のスクランブル交差点行って世の中ど真ん中で注文いいそれ次じゃない人と注文ちょっと辛いなって思いながら、こんな感じやな、うん、で次の日親に挨拶しに行って向こうはさ、まあそらどこぞの馬の骨かわからないやつが来て、うん、いきなり来てで芸人や言うても分かれへんそんな意味わからないからで収入はいくらだみたいな1日50円とか言えるわけだよなもう言えるわけないよな1ヶ月丸々働いて1500円やねんから無理やろいや、昨日渋谷区役所に席入れたからどうかって言ってかっこええとかしてええ、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 え、すいません。イチャつくなよ。めちゃめちゃイチャついてたから今。あ、ごめんごめんごめん。いけてるかな。イチャついとるやん。あ、すいません。面白い。どういういきさつ？あ、いきさつ？いきさつは、依頼で50円で買って。あ、そうです。俺自分の一日50円でやってるから。うん、で、鬼、名古屋で、鬼ごっこしたいっていう。みんなで鬼ごっこ。